国際連合事務局ビルはアメリカ合衆国ニューヨークのマンハッタンにある高さ154メートルの超高層建築物であり国際連合本部ビルの中心であるビルの敷地はアメリカ合衆国内であるが国際連合の領域とみなされているまた当ビルはカーテンウォールを用いたニューヨークで最初の超高層建築物である総会議事堂ビルの前に立つ 第二代国際連合事務総長ダグハマーショルド事務所ビルの起工は1948年9月14日に行われた。マンハッタンとクイーンズの建設会社4社の共同体が3000万ドルの契約の一部事務所ビルの建設者に選定された。事務局ビルは39階建てで1952年に完成した。ビルの設計はブラジルの建築家オスカー・ニーマイヤーと スイス・フランスの建築家ルコルビュジェが言った。ビルの北側は国際連合総会や国際連合安全保障理事会などが入る建物とつながっており、南には図書館が建っている。国際連合本部の一部として、ビルは国際連合とホスト国であるアメリカ合衆国との間の協定下にある。事務局ビルは2010年5月から改装工事が行われ、 2012年7月に最初の入居が行われ段階的に再開館された。2012年10月29日には国際連合本部はハリケーンサンディによる洪水に襲われ3日間閉館しいくつかのオフィスが移転した。事務局ビルの形状は地元でカウンティービルディングスと呼ばれるスコットランドのハミルトンにあるサウスラナークシャー議事堂を 含む、いくつかの著名な建物に影響を与えた。ありがとうございます。